サンクガダルバリエスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県のムニシピ。スペイン語表記は、サン・クガート・デルバイス。自治体公式名称は、カタルーニャ語のサン・クガート・デルバイス。古代ローマ時代、エガラとバルシノへと向かうアウグスタ街道の用地として、カストルム・オクタヴィアヌームの名で知られていた。キリスト教の伝統がこの地に早くに根付き、313年。 伝道師であった聖、ククファスはこの地で殉教した。聖、ククファスに捧げる修道院の建設が始まったのは11世紀で、それから50年ほどで町が成長した。20世紀、バルセロナとの間をつなぐ鉄道が敷かれてから、町の性質は都市へと変貌していった。バルセロナから 5km ほどの距離であるため、別荘地となったのである。 1936年から1939年のスペイン第二共和制時代、街の裏はピンスダルバリエスであった。1970年代以降、バルセロナのベッドタウンとして人口が急増し、近隣の都市ルビーと事実上一つの都市のようになっている。自治体首長は集中と統一のマルセクネーザイッパジェスで、自治体表議員は集中と統一15、 カタルーニャ国民党 4PSCPM2 アイクフェウイアイ2カップ PA2 となっている3区がデルバリエスはルビー司法官活クに属す。バルセロナ日本人学校ありがとうございます。